スウェプとオーバーボードはアメリカ合衆国で生産された競争馬・シュボバである。1999年、トレーニングセールにおいて上場場最高タイムを出して注目されデビュー2000目で初勝利。2000年、サンミゲルステークスを制し重賞初勝利を挙げた。2001年、サンターニタ競馬場で行われたエンシェントタイトルブリーダーズカップハンデキャップを 当時のレコードタイムを上回る1分7秒67で優勝、G1 初勝利を挙げた。その後ターフエクスプレスハンデも制した。2002年、西海岸から東海岸へ遠征し、メトロポリタンハンデキャップを当時のレコードタイムを上回る1分33秒34で勝利した。この年のブリーダーズカップスプリントで発着となったのを、最後に競争場引退となった。 シ田アート両方の重傷を勝利しており、出走した20戦のうち着外は4回と成績が安定していることがセールスポイントであった。2003年、トエンドスウィープが2002年に死亡し、当時日本に後継守護馬がいなかった影響もあり、日本に輸入され八代大スタリオンステーションでつなぎをされることになった。初年度は103頭に金付けを行った。二千六年、 この年の種付け量は受体確認後150万円の条件に設定された。6月22日に札幌競馬場で行われたフレッシュチャレンジをヒデさんジュニアが制し、3区が地方競馬、中央競馬を通じた初勝利を挙げ、7月9日に福島競馬場で行われた2歳新馬戦をマイネル・サニベルが制し、3区が中央競馬初勝利を挙げた。 2007年、この年の種付けシーズン後の12月10日に、ブリーダーズスタリオンステーションへ移動した。2008年の種付け量は50万円となっていたが、繁殖成績の上昇に伴い徐々に引き上げられ、2016年は、受体確認後80万円である。2017年11月1日、つなぎ用先のブリーダーズスタリオンステーションにて、病気により死亡した。 20歳没。栗山元無によると、産区は神経質な気象で短距離の芝、ダートを得意とするものが多いとしている。太字は GIQ 競争、競争名の前の国旗は開催国。ありがとうございます。